なんか山口県の、町ね、なんか460世帯ぐらい、わかんないけど、そこに配るはずの1世帯10万あたりのお金が一人の人に振り込まれてしまって、その人が全部オンラインカジノで使っちゃったとかいう話は、なんかいろんな意味でなんかざわざわするというかですね、そもそも手作業でやってるんだっていうのが意外とびっくりなんですよね。あの振り込み作業だから e ガーバメントだとかデジタル庁とか言ってるんだけど、未だに手作業でやってるのかっていう。でその時にその4600万ランジガシのお金をですね、町の職員の方がおそらく手作業でやったんでしょうけど、その時にそもそもそれを振り込む人が一人でやって、ダブルチェックしないでね、一人でやったのかっていう。だからそれ別にそれじゃ他の任意の口座にも振り込めちゃったわけですよ。でそれのチェック体制がないとか、もしヒューマンリソースでやるんだとしても、だってさ460回何回それを繰り返すわけでしょ。そうすると例えば1件について1分かかったとしても460分だから 6、8、18時間近くかかるわけでしょ。なんかいろんなことが大丈夫かなって、似たようなことはですね、コロナの水際対策で外国から帰ってきた人が日本に入るときもものすごいなんかマリュアルなことやってるみたいなんですよ今時。いやだからもうそこが抜けちゃってる気がしますけどね。デジタルっていうかその IT テクノロジーの使い方に関して、じゃあ現時点で対象世帯の方々に一斉に送金して、例えば10秒でね、操作が終わるみたいなことになってないのは、ある意味で仕方がないんだろうと思うんですけど、そこまでハードル上げる気はないですが、少なくともですね、今回の話は、たまたまそのロン毛のお兄ちゃんが、ちょっといい加減な人で、オンラインカジノで、お金使うってことは、結局そのオンラインカジノって運営は海外の企業でしょうから、その人たちが儲けたわけで、日本の国の富がそのオンラインのろくでもない人たちだと僕は思うけどね。オンラインのカジノを運営しているなんて、あんまり立ちがいい人たちだとは全く思わないですけど、この人たちに行っちゃったわけだけど、本来その給付されるはずのお金が、でもそこに現れている日本の劣化っていうのは意外とちょっと心が寒くなるなと。でそれはそのお兄ちゃんだけの話じゃないと、オンラインカジノでそもそも儲かるはずないだろうみたいな。まだ誰か言ってたけど、その仮想通貨ってか暗号資産買ってっていうんだったらまだわかる、確率は少し高いと思うけど、でもオンラインカジノって単なるバカでしょ、はっきり言えば。そういうものを使っちゃう愚かさとか、その前の段階のその町役場のマニュアルで振り込んでんのかよみたいな、いろんなことがもうどうしようもないんで、とは言ってもね、それは現状なんで、脳科学的に言うとですね、そういう現状をメタ認知して、ガンマの油じゃないですけども、たらりたらりと油汗を垂らすしかないんじゃないですか。日本ってそこまでもうなんていうか愚劣というか愚かさの支配する国になっちゃってるんだな。でも少なくともその、この振り込みの話とかですね、入国の時のなんかアナログの対応を未だにやってるって多くの人が怒りを表明してるわけなんですけど、僕それもあって外国に行き気が全く今のところないんですけど、そういう愚かな人たちに付き合わされるのは俺は本当に苦手なんで、今年のテントも行かなかったですけど、そういう嫌な予感がしたから。だけど少なくともそういう現状であるってことを認識する必要が僕はあると思います。そういう情けない現状をメタ認知して、デジタル庁の方々はまだもしその組織として生きているのであれば、デジタル庁として取り組むべき領域をアイデンティファイするチャンスにもあるわけですから、ぜひ頑張ってほしいなと思います。とにかく悪いのはロン毛のオンラインカジノで釣っちゃった兄ちゃんだけではないよってことをみんなで認識しないといけないなと思います。以上、東京駅新幹線のホームからお伝えしました。